台風が近づいてきたらまず何をすればいいの？まずは自分で収集した情報に基づいて避難するタイミングです。大型の台風が接近しているとき、テレビなどで報道されたり、気象庁が注意を促す記者会見を行うことがあります。これらの情報を確認し、いつもと違う、洪水が迫っていると感じたら速やかに避難しましょう。次は市が発令する避難情報に基づく避難のタイミングです。市役所から避難情報は原則として日中の明るい時間帯に発令します。台風接近の3日から2日前、自主的広域避難情報を発令します。発令されたら家族や友人と話し合い、避難の準備をして可能な方は避難しましょう。台風接近の2日から1日前、高齢者等避難を発令します。高齢な方、避難に時間のかかる方は必ず、その他の方もできるだけこの段階で避難しましょう。台風接近の当日、避難指示を発令します。必ず全ての方が避難してください。避難場所までの渋滞が必ず発生します。十分に余裕を持って避難すること、普段から避難経路を確認しておくことが大切です。なお、利根川などの氾濫が間近に迫った段階では、日中、夜間など時間帯に関係なく緊急安全確保を発令します。緊急安全確保が発令されるときは、すでに安全な避難が難しい状況です。必ず避難指示までに全員が避難しましょう。ご自身やご家族の命を守るのはまずは自分です。できるだけ多くの情報を得て進んで避難しましょう。親戚やご友人、ご近所への声掛けもお願いします。